活動といえば、まあね、アニソン女子部が、はい、すごいっすよ。アニメの主題歌を歌っているあのアーティストとか、声優さん、それも女性だけで、お友達をこういっぱい集めて、女性しか入れないんですかね。そうなの。そうそうそう。客席は男性ばっかりで。やっぱ部長は堀江さんなんですか。そうですね。部長。はい、キャプテンじゃなくて部長なんだ。部長なの。ってことは先生なんだよね。部長。あ、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。それは顧問だね。顧問は大杉くんこなんだ。うわそれまさに年齢的にはだからもうジェネレーションとしてはもうずすごい幅広い、はあ、で一応まあ、みっちー姉さんが最上級生で、部長ということで。そうで、ね、で副部長は誰なんですか。井上あずみちゃんと、おそれから誰だったか富澤道江ちゃん。冷たい世界だね。あー、セーラームーンの、そうですそうです。わ、すごいね、すごいですよね。もうその3人の管理職が、管理職それから下にも入部しないの。香織ちゃんね、まだ子供は入れないよ。大人になったら。いや、いいの、10代募集中だから。この人たちね、打ち上げすごいからね、子供はダメ。大人になったら頑張ります。アルコール飲めねえよなってから。アルコール、ただのアルコールじゃない、日本酒。ちょっとさあ、でもすごいよね。最近さ、いや、ショッカーなんかいつも見に行ってるやつに聞いたら、もう入れないって。そうですか。もうオンエアなんかドアが閉まらないっていうんだから、ね、ありがたいですね。歌だけじゃないんだよね。歌だけじゃないの、コントもあるし。コント、コント、うん、一応本職って一応、まあ、オーディションの時コント。だから見えるのがいるのか。あとは香里ちゃんいけるよ。ブルマーが履けること。ブルマー、うん、見に行こう。見に行っちゃおう。ね、まあ、本当、いろんなことやってます。はいはい、すごいですよ。もうスパロボとかスパヒロにも負けないぐらい盛り上がってるね。さあ、それじゃあせっかくだから、はい、ね、堀江さんに何か質問ある人。はい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 。お前何怪我してんだよ、こんなところで。
この落ち着きのないマスターの店ってどうなの？質問に今城くん。はい。そうですね、はい、堀さんいつもアニメソングを、はい、歌われてるんですけど、はい、普段なんかどういう音楽をこう聴いてるんですか？カラオケとじゃあ堀さんさ、カラオケとか行ったら何歌う？カラオケ、カラオケ行ったことない。そうですよね。そう、だって歌える歌がないんだもん、カラオケ行くと。いや、なんで？堀さんの歌いっぱいあるすごくあるんですけど。あー、ありますよ。すごい、あるある、このくらいあるよ。2ページ、3ページあるんですよ。だからみんなが歌うのを聞いて、こうやって聞いてるだけ。本当だね。本当本当、歌わない。もう行ったらもうでも、堀さんと行ったら歌いづらいですよね。あるだね。歌わないですよ。あるよね。だってリクエストされるとみんな自分の歌なんだもん。なんか自分の歌って嫌ですよ ね、 ね、点数出たりするやつあるからね。そう、俺この間38点だった。顔がいいから。それですごくキーが低くなってたりなんかして、それですいません、もうちょっとキーを上げてくださいって言うと、そんな高くて歌えるのって言われて、もともとキー低くて、すいませんっていう時があるんですけどね。え、歌うと、え、本物？本物？言われて、どういう人と言って、お前、いや、どういう質問してるの？そんなお前プライベートに踏み込んでるの？ねえ、水木さんと言ってんだよ。違う、なんか俺も見たい。だってすごいじゃないですか、だって。どっちも、あ、香港で一緒に行った水木さんと。やっぱり行ってんじゃんよ。でもその時はあの You Got the Friend とか、あの、うん、なんかそういうスタンダード。お金取れますよね。を歌いましたけど、やっぱり、うん、なるほどね。あ、じゃあどういう歌が好きなんですか、アニソン以外で普段は。そうですね、やっぱり、まあ、昔はポップスで言ってたんだよね。ニコレット・ラーソンとかね、カーラ・ボノフとか。カーラ・ボノフ、うん、AOR 系が好きだったんだけど。おー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 、知らないでしょ。はい。あとはハートとか。ハート、あ、うん、ハートってあのアン・ルイスが2人いるような。さあですね、まあもう恒例になっておりますが、はい、このね、アニパラメンバーと、はい、セッションボーカルバトルをしようぜのコーナーを、はい、そうでしょ、そんなタイトルじゃなくて行ってみたいと思いますが、今日は何行きましょうかね。そうですね、久しぶりにね、うん、何がいいかなって考えたんで、まあ、遠藤君とヒカリアンっていうのもあったんだけど、やっぱり久しぶりにちょっとタイムを歌いたいかなって。ということは僕の曲ですね。おお、セイントセイヤの。そう、名曲ですよね、あれ。これはね、大好きです僕。セイントセイヤのアルバムの中の曲なんだけど、もうね、すごいこうライブとかでもね、もうみんな大好きになっちゃって、そうですね、いつも最後にね、大合唱の曲ですね。ね、かげちゃんも久しぶりでしょ？いやいやいや、もう 2,3 年歌ってないと思いますね。だからちょっとここで久しぶりに、はい、歌ってみたいかな。はい、それではお聴きください。タイム2036の選択です、どうぞ。タイム、遥かな時代、神々たちは夜空に浮かぶ風の光で、命の泉、すべての人に与えたもんだ。はあ、鳥はざわめき、川は流れる、かぐわしい花の香りも満ちて、平和の祈り、永遠に響けと刻んだ世界。悲しいほどに黒い欲望が溢れてる、争いのパラノイアたち、メッセージ Run the world、 燃える想い伝えよう。 Let me go、 日は昇り、進む道がある限り、
Round the world 言葉を今組み交わせ Everyday 愛だけがこの地球を実らせる原作の劇場版がキッズステーションで放送決定映画銀河英雄伝説我が行くは星の大会続いて映画アルスラン戦記王太子アルスランを中心に魅力あふれるキャラクターが次々登場そして映画アルスラン戦記2パルス王国復興のため立ち上がるアルスラン田中良樹スペシャル放送日はこちらお見逃しなく僕は危ないからとじっちゃんに言われるままこの地下核シェルターの中で僕が手を下すまでも勝手に自滅していく愚かな人類どもの様子をのんびり見物する予定だったそう彼女を見つけるまでは地下核シェルターの中で育った天才科学少年がある女の子を見た瞬間脈拍心拍数が急上昇もしかしてこれって恋見せないでデイジーお楽しみに海外旅行って不安よね海外旅行ほら言葉も文化も違うしさ、うん、食べ物だって第一さ飛行機に乗るのが初めてでも不安で不安で、ね、というのが宮城県にお住まいのペンネームミルクちゃんからのお悩みですそうだよね不安だよねマスターはさ、うん、どっか外国って行ったことあるこう見えてもマスターは海外生活長かったからね、うん、えどこの国にいたの聞きたいズンディズニーランドしかも浦安ですいや意味が違うしあそうあとねマスターは留学もしてたかなどこに駅前英会話じゃんあ違うてかさマスター本当は飛行機乗ったことないんじゃないの失敬だなかおりちゃんじゃあどうやって飛行機に乗るんですか知ってますじゃあ教えてください靴脱いで服脱いで顔洗ってお風呂入るんじゃないんだから違うんだあのね飛行機なんて、うん、もう飛んじゃえばもうこっちのもんだからねそうだよね、うん、マスターうんこのコントのオチは何飛行機だけに落ちなくていいでしょうあーっとかよろしいようでじゃんじゃんさあ、それでは今日の、スペシャルライブは僕の大好きなジェームス・テイラーのーラブソングをやります、You can close your eyes 目を閉じてごらん
shine your skin down. But the moon is slowly rising. So this world must be spinning round. I still love you. Close your eyes. You can close your eyes. It's alright. I don't know no love song. I can't sing the blues anymore. I can't sing this song. You can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day. We're gonna have a good time. And no, I'm gonna take that time away. You can stay as long as you like. Close your eyes. You can close your eyes. It's alright. I don't know no love song. I can't sing the verse anymore. I can't sing. You can sing this song when I'm gone. が女性しか採用しない私立中学校で女教師として繰り広げるちょっぴり危ない青春ラブコメディ。やむにやまれず女装という手段で教職にありついた響きだが、彼の根底にあるものは教師としての熱意。我が学院で教職がお望みとか。あなは響きと。アイマイミーストロベリーエッグ、お楽しみに。お願いします。闇の末裔。我が前に十王朝一の強大な魔力を持つ都築麻人を中心に、現世をさまよう悪に次々と立ち向かう。甘美にして怪奇なストーリー、闇の末裔、お楽しみに。それでは今夜のラストソングは何いきましょう。はい、じゃあ新曲で電光超特急光やん。おお、電光超特急なんですか。超速いですね。電光で超特急の、でも足とか生えてんじゃないの。そうそう、光光棒みたいに望みとか、ね、ああいうのの一番先頭のところがバンって変形してロボットになるっていうギャグアニメなの。ギャグなの。ギャグアニメなんですか。そう、変形するけどギャグアニメ。なるほどね。私鉄はダメなんですね。じゃあね、私鉄もあるの。あ、へー、ロマンスカーとか。うっそ、ロマンスカーもちょっと似てるもん。これ系だね。南海ラピートとかいろんなのがあるの。南海ラピート。そうそうそう、南海ってその僕の地元の南海電鉄だけど、最近こういうのも出てきたわけ。忍者特急っていうの。鉄道マニア必見じゃないですか。ねえ、鉄道ピクトリアの買って写真機乗ってね、駅の前でってほっとけ。これどういうことですか。これね、前にもやってたんですけど、その時は遠藤くんも歌ってて、遠藤くんの方が私より先輩なんですよ、光庵先輩。これだってそんな朝早くから
こんななんかあの、歌い声でいいんですか。あ、それで変わったのかな。そうなんです。それで変わったの。きっとね、東芝来たんだよ。目覚め悪いから、もっと爽やかで綺麗な女の人に変えてください。でもね、うちの子供は遠藤くんの光が好きでした。子供心に育て方間違ってた。でもね、あの今度は30分になってまた朝早いんですけど始まったんです。あの爽やかで元気な曲です。イエーイ。はい、はい、はい、それではお聴きください。堀井光子さんで電光超特急ヒカリアンです。どうぞ。エンディングが来てしまいましたが、はい、堀さん、今日の音楽はどうでした？あ、もういつも熱くて、ね、楽しいです。暑かった、うん、すごい楽しかった、ね、爽やかな曲なんだけど、すごいなんか僕ロックを感じました。あ、本当、ね、ありがとう。なんかね、うん、もう演奏もすごい上手だし、うん、なんかね、ドキドキしちゃった。違うよ。すごくね、楽しかったですだから、うん、あ、なんか俺も見ててね、いい感じだったよ。堀江さんにしてはすごいノリもね、ライブでやると盛り上がりそうな曲だよね。そうですね、女子部絶対行きたいですね。ありがとう、はい、ぜひ手伝っ
ってください今度。おブルマ履きに行きます。俺は俺も行きたいな。一つ演奏の方で。さあ。じゃあまた堀江さん絶対また遊びに来てください。はい、はい、また呼んでください。はい、それでは、今夜のアニパラ音楽館はここまでです。また会いましょう。さよなら。さよなら。グッビー。発信して進化まで拾うものなし、なぜか知らず涙出たように、夢と希望の光求めて闇を引き裂くすごいやつ。関係ないぜ、冗談じゃないぜ、理想と現実をかき混ぜろ。カメラを胸もこパネジンに、いざ行け我が道。とんでもねえ奴らやってきた、時代がやってきた。腰は低くても誇り高く、時には怒りの手感炸裂。ある時はただの寂しがり屋さん、そんな奴らの